今週号のアイラで、自民党の元幹事長山崎拓さんと安全保障法制についての、議論対談をいたしました。ハフィントンポストにも載っていますので、ぜひハフィントンポストの方は全文掲載されています。ぜひご覧いただきたいというふうに思います。私、山崎さんと議論していて思ったのは、山崎さんといえば自民党の中でこの安全保障の議論をリードしてきたリーダーです。私もいろいろな法案で山崎さんと与党野党ということで話し合いをしたり、あるいは議論したりということが多かったわけですが、その山崎さんが今回の安倍さんの進めるこの全面見直し、安全保障法制の全面見直しについて非常に懸念をして警鐘を鳴らしておられるということを、やはり国民の皆さんにも受け止めていただきたいというふうに思います。丁寧に議論して一つずつ進めていくのが安全保障の議論、それをいきなり、しかも憲法解釈も変えて、一挙に自衛隊が地球のどこでも行ってアメリカ米軍の行使ができるようにしてしまう、なぜその必要性があるのかということについての説明もない、安全保障環境が変わったというだけではとても説明できないだけの広範な活動を自衛隊に認めているわけです。ぜひ対談について、お読みいただきたいし、自民党の中の、第一人者から異論が出てきているということをぜひ考えていただきたいと思います。